皆さんどうもこんにちは。春です。今回は皆さんにお知らせというか、謝罪があります。それは動物愛護クラフトのことです。先日期末テストが終わり、動物愛護クラフトの収録をしたところ、ゲーム内の音声は入っていたのですが、僕の声は入っていませんでした。普通ならボツにするのですが、何せ内容が、エンドポータルを見つけ、エンダードラゴンに挑むというものだったためにボツにすることもできません。今回のトラブルの原因は、僕の初歩的なミスです。楽しみにしていただいたリスナーさんには本当に本当に申し訳ありません。なのでいくつか選択肢を考えてきたので、せめてそれだけでもリスナーさんに決めてもらおうと思い、この動画を出した次第です。まず一つ目は、ゆっくり実況で出す。ということです。そして二つ目は、声を後付けする。ということです。これはちょっと手間がかかります。そして三つ目は、もう打ち切りにして新シリーズを始めるということです。参考までに新シリーズは、大人数で PVP をするものを構想しています。正直なところ、動物愛護に飽きたという人もいると思います。なので三つ目がいいという人も遠慮なくコメント欄に書いてください。ということで皆さんコメント欄でどの選択肢がいいか教えてください。もちろん、他の選択肢を書いていただいても結構です。それではこの辺で、今回は本当にすみませんでした。